金城さん、日本からドラマのオファーがまた来てますが、どうしますか？最近日本で露出少なくなってるし、この辺で一度受けてもいいかもしれませんが。ああ、日本ね。求められる演技のスタイルも俺に合わないことが多いし、どうせギャラもいまいちなんじゃない？まあ、他の国と比べるとそうですね。でしょ？やっぱ今回も断ってもらおうかな。別にそこまでして稼がないといけないわけでもないし、マイペースでやっていくよ。台湾と日本のハーフでアジアを股にかけ活躍されている俳優の金城武さん。日本でも深田恭子さんとの共演で大人気となった1998年放送の神様もう少しだけ、そして2000年放送の2000年の恋にも主演され、一時期イケメン俳優として高い人気を誇っていらっしゃいました。ですが2002年放送のゴールデンボールの出演を最後に日本のドラマからは遠ざかっています。その後いくつかの CM 出演や2008年公開の K20 怪人二重面相伝の主演等はあったものの、日本の芸能界からすっかり姿を消してしまったのです。そういえば最近は全然見てないよな。でも男から見てもかっこいいし、いい俳優さんなのにすげえ残念だよ。ですよね。ということで今回は金城武さんが芸能界から消えた理由や現在どこでどうされているのかなどについて探っていきたいと思います。金城さんが日本の芸能界から姿を消した理由はいくつかの説がありますが、まずは金城さんの生い立ちや芸能界入りされた背景について触れておきましょう。1973年、台湾の台北市で日本人の父と台湾人の母の間に生まれた金城さんは、台北アメリカンスクールに通っていた1989年スカウトされ、日本ではなく台湾で最初に芸能界入りを果たしました。日台のハーフで日本国籍を持つ金城さんですが、父からはお前は日本人だと言い聞かせられながら育ったので、小さい頃は日本人だと思ってたんです。でも最近は自分でもよくわからないんですよね。今のところは意味があるとは思えないから、あまり深く考えるつもりはありません。と自らのアイデンティティについてあまりこだわりがないと語っていらっしゃいます。加えて金城さんは日本語だけでなく北京語、広東語、台湾語、英語が堪能なマルチリンガルです。台湾で生まれ育ったし、アメリカンスクールに通っていたので語学は結構得意ですが、夢はだいたい日本語で見ますよとご本人は語っていますが、日本はもとより中国、香港、台湾と幅広く活躍されているのは皆さんが周知の通りです。日本の芸能界の第一線だけでもすごいのに、東アジアをまたにかけて活躍ってマジでスケールでかくてかっこいいよな。そうですね。もともとそういう環境で生まれ育った方ですから、日本だけを拠点に芸能活動をされている人とは考え方や仕事に対するアプローチも自然と違ってくるのかもしれませんよね。さてそんな金城さんですが、日本で芸能活動を積極的にしていた期間は1995年から2002年のわずか7年ほどに過ぎません。しかもその間も日本と並行して香港や台湾でも活躍されており、2000年頃には活動の拠点を日本国外へ徐々にシフトしていきました。この背景にはいろいろな理由があると言われていますが、その一つが演技に対する金城さんと日本側の制作人との感覚の違いと言われ、はいカット、金城くんすっごく良かったよ。ありがとうございます監督。いやさすがだね。でも次はもうちょっと派手な感じで演技してみてもらえる？その方が日本では視聴者の受けもいいしさ。もっと派手にですか？僕は抑えた演技が得意だし、日本でもその路線で行きたいんですが。ああ、そうは言ってもね、他の国はわからないけど日本だとあまり受けが良くないしね。頼むよ。でもはい、わかりました。台湾や香港などと比べて日本ではとかく過剰な演技が求められることが多く、金城さんはそれに不満を持ち、時には現場で意見が食い違うこともあったのだとか。俺は抑えた演技が好きなのに、日本の監督はなんで理解してくれないんだ。台湾でも香港でも評価してもらえてたのに。金城さん、やっぱり日本の演技論はあまり俺の肌に合わないのかな。
そうですね。日本じゃなくても香港や台湾からのオファーもたくさん来てますし、この際活動の拠点を元に戻しますか。そうだな、日本で求められる演技は俺には合わないのかもしれないし、その方がいいかもしれないよな。演技に関する考え方の違いが原因で金城さんは日本での活動にいまいち本腰を入れることができなかったとも言われているんです。演技の方向性か。香港や台湾で受け入れられて高く評価されていただけに、金城さんも日本はちょっと違うって思ってしまったのかもしれないな。そうですね、日本の芸能界しか知らない方ならそういうものかと納得して受け入れるんでしょうが、他の国の事情と比較できるだけに金城さんにとってはかなり苦痛だったのかもしれませんね。金城さんが日本での活動に消極的になった理由は、演技者としての不満もさることながら、もっと現実的な問題もはらんでいたようです。主演された1998年放送の神様もう少しだけが大ヒットしたことで、日本でも引っ張りだこになった金城さん。金城さんすごいですよ、出演依頼がこんなにたくさん。おお、マジで詳しく聞かせてよ。たくさんの出演依頼が舞い込みましたが、その内容はというと、ただギャラの方が他の国に比べると、まあ確かに安いな。残念ながら台湾や香港、中国などと比べ、日本のギャラの安さにも不満を持っていたようなのです。シビアな言い方かもしれませんが、やはりギャラの高さが俳優さんにとっての評価の指標ですから、現実問題としてそこの違いは重要かもしれませんね。ただし日本でも CM だけはギャラがそれなりに良かったため、ドラマや映画に出演しなくなった後も例外的に CM のオファーだけは受けていたとのこと。2000年から2001年にかけては志村けんさんと日本アジア航空の CM で共演されており、志村さんずっとファンだったんです、今日はよろしくお願いします。ああ金城くん大活躍だね、こちらこそよろしく。金城さんはもともと志村さんのファンだっただけに、共演が実現し非常にいい思い出になったのではないかと言われています。シビアな言い方かもしれませんが、出演依頼は日本だけでなく様々な国から来る金城さんなので、お仕事をいろいろな条件で選ばれるのはごく自然なことかもしれませんね。確かにそうだな、えり好みっていうと言葉は悪いかもしれないけど、金城さんの場合選ぶ実力も余裕もあるんだから、そういうスタンスになるのは当然といえば当然だろうな。ところで金城さんが日本で活動されなくなった理由としては、日本の業界全般での金城さんに対する扱いも問題だったのではと言われています。これは前日の演技の方向性の違いやギャラとも深く関わってくる問題で、例えば台湾、香港、中国などの仕事の場合、金城さん入られます、さあどうぞこちらです。ああありがとう。金城さん、いろいろ勉強させてください、どうぞよろしくお願いします。ああこちらこそよろしくね。いや金城さん、君に出てもらえて本当に光栄です。アイデアとか大歓迎だから遠慮せず、どんどん提案してくださいね。はい監督、ありがとうございます。日本以外の撮影現場で金城さんは大スターとして扱われるのが常だったのです。人気や実績を考えれば至極当然なことなのですが、日本では勝手が違っていました。中華圏での人気が凄まじく、日本でも大ヒットドラマに出演して人気俳優の仲間入りをしたとはいえ、金城さんは日本の芸能界ではまだまだ駆け出しの存在、そのため日本では大スターとしては扱われず。おはようございます、よろしくお願いします。ああ金城くんよろしく。まあ日本でキャリアがあるわけじゃないし、最初はこんなものか。とはいえ実際に撮影が始まっても演技の方向性で食い違いが出るなど問題はつきませんでした。そうなると日本の芸能界に対してネガティブなイメージが金城さんの中で芽生えるのも無理からぬこと。他の国に比べると日本は扱いも雑だし、演技論も俺とは合わない。やっぱ日本は向いてないのかもしれないな。日本とそれ以外の国での待遇の違いも金城さんが日本での活動を考え直すきっかけとなった理由と言われています。日本のギャラの安さや演技の方向性、待遇の違いといった俳優業における諸問題が金城さんが日本の芸能界から消えた主な原因と推測されますが、
他にも少し違う理由が噂されているんです。え、なになに？気になる。実は金城さんは少し前から薄毛になってきていると SNS などでささやかれていて、そのことが日本での露出が減った一因なのではというのです。なるほどな、そっち系の話か。はい、そうなんです。では詳しく経緯など紹介していきましょう。金城さんはもともと長髪で髪の量も多めなイメージがありましたが、 SNS を中心に薄毛がささやかれ始めたのは2013年頃のことです。金城武、レッドクリフの後ハゲ散らかしてる。お願いだから増毛して。未だツルツルじゃないから間に合うから。金城武、確かにただの薄毛のおっさんになってる。好きな俳優さんの一人、金城武さん、最近ハゲてきちゃったようでちょっとショックといった風にファンの方の間でハゲ疑惑が取り沙汰されるようになります。時期としては2008年の映画レッドクリフ以降に薄毛が目立つようになったらしく、2014年頃には金城さんがハゲ散らかしてるなどというまとめサイトまでできてしまいました。とはいうものの、金城さんご自身は薄毛について全く気にしていらっしゃる様子はなく、僕は髪が少なかろうが別に気にしませんとマネージャーさんを通じコメントされています。ですが気にしていないとはいえ、薄毛について取り沙汰されたりする風潮自体を煩わしいと思う気持ちは実際にあったかもしれませんね。金城さんが日本の芸能界から消えたのは、これまで触れてきた日本の芸能界への様々な不満というより、逆に他国での活動が忙しすぎて日本まで手が回らなくなったからとも言われています。金城さん、仕事のオファーが次々来てますがどうしましょう。台湾、香港、中国、あと日本ももちろん来てますが、日本は今年もちょっと厳しいかな。日本って国は好きだけどビジネスはね、無理して出向くまでもないかな。ですよね。じゃあ引き続き中華圏メインで仕事を入れてきます。日本の活動にあまり魅力を感じないという事実は否めないかもしれませんが、露出が低くなった日本はさておき、他国での人気は凄まじく、2018年から2019年に金城さんが稼いだギャラは4600万ドル、なんと50億円にも上ると言われているんです。50億円、なんだそのスケールのデカさ、全然桁が違うな。はい、この年は雑誌ピープルウィズマネーの最も稼いだ俳優ランキングで金城さんが首位だったんです。そうなんだ。そこまでの大スターだと日本での活動が金城さんにとってあまり重要でなくなるのは当然のことかもしれないな。実際金城さんのアジア諸国での人気は日本での露出が減って以降も目を見張るものがあり、金城さんが出演された CM のロケでは多数のファンが詰めかけ、キャー、金城さんだ、かっこいい、ああ、実物の方が何倍も素敵。2014年にエバー航空の CM に金城さんの起用が決まると、台湾や中国では大きな話題となり、熱狂的なファンが連日撮影現場を訪れていたといいます。 CM のロケ終了後も台湾のみならず海外からもロケ地となった白老大道には大勢の金城さんのファンが聖地巡礼に訪れ、ああ、この木が金城武木だ、木下のこのベンチに金城さんが座ってたんだ、感動、憧れの金城さんに思いを馳せ記念撮影をする方々で大いににぎわっていたそうです。聖地巡礼は日本の映画やドラマなどでも珍しくありませんが、金城さんの場合その影響は凄まじく、はい、押さないでください、順番を守って列を乱さないで。大勢のファンが殺到したため一時は交通網がパンクしたり警察が出動する事態にまでなったのだそうです。そんな経緯もあり、この騒動以降は金城さんの CM 出演が決まると撮影現場となるエリアはあらかじめ観光スポット化し、自治体が警察の警護強化を要請するようになったらしいのです。そりゃすごいな、 CM のロケ地ってだけでそこまで盛り上がるなんて。そうですよね。でもそこまでの影響力があり経済効果をもたらす金城さんなので
余計にいろいろな CM のオファーも絶えないのでしょうね。そんな大スターの金城さんですが、日本での露出が減ったのは実は彼の結婚が関係しているのではと言われた時期もありました。ただしプライベートが謎に包まれている金城さんですが、熱愛の噂は意外とそれほど多くありません。ですがやはり多くの人の関心事であることは間違いないでしょう。金城さん、その指輪はカップルリングですか？現在お付き合いされている方はいらっしゃるんですか？いえ、このリングに特別な意味はないです。それは考えすぎってもんですよ。金城さんはしばしば芸能記者から恋愛についての質問を受けていますが、いつもきっぱり否定されています。また結婚についても、仮に結婚したとしても公表するつもりはありませんから、とプライベートについては公の場で語るつもりはないと過去に宣言されていました。ちなみに2009年には日本人女性との結婚の噂がありましたが、これも後にマネージャーだったと発覚、事実無根であることが分かっています。ところでここ数年の金城さんは主な活動の場である中華圏でもかなり仕事をセーブしており、セミリタイア状態と言われています。衝撃的なのがその理由で、金城さんは世界中に多数の不動産を所有しており、その総資産はなんと100億円超えとも言われているらしいんです。100億円、さっきの年収もだけど本当スケールが違うな金城さんは。そうなんですよ、アジアを代表する大スターですから巨額の資産をお持ちなのは当然かもしれませんが、基本的に働かなくても一生遊んで暮らせる立場にいらっしゃるようですね。俳優業で稼いだお金を元手に資金運用して成功したから今は悠々自適ってわけか。本当にすげえ人だな。はい、才能がある方だから当然だと言ってしまえばそれまでですが、庶民の私たちにとっては何とも羨ましいお話ですね。ただセミリタイア状態とはいえ、金城さんも完全に芸能界から引退されているわけではありません。比較的最近の活動では2021年に日本でもスマホアプリゲームのリネージュ 2M、 2022年に中国のファッション誌エルメンの表紙にも登場されています。そんな中、2024年2月に SNS を駆け巡ったのが金城さんの電撃結婚の噂。事の発端はウィキペディアに書き込まれた2024年2月14日フリーアナウンサーの馬場典子と結婚したことを報告したという一文でした。お相手の馬場典子さんは元日本テレビのアナウンサーで、2024年2月に出演したラジオ番組の中では、50歳なので年齢的に子供はほぼ産めないので、そうなると結婚という形は割とどうでもよくて、パートナーがいたらより人生が豊かに楽しくなるかなと思います、と自身の結婚観について語っていらっしゃいました。ですが結論から言うと、この金城さんと馬場さんの結婚報道は事実無根のデマということで間違いなさそうです。まず馬場さんの事務所に問い合わせたところ、本人から報告もありませんし結婚もしていません、金城さんとは面識もないと思います、とスタッフの方が完全否定されています。一方、一部の台湾メディアの取材に金城さんのマネジメント会社も応じ、どうしてこんな意味のわからない噂話が起きているのでしょうか、金城はお相手の方も全く存じ上げませんので、と困惑しながら金城さんの結婚の事実を否定されています。ということで、未だ独身というのが真相と思われる金城さんですが、前述の通りプライベートの情報が全くと言っていいほどありません。例えば住んでいるところにしても、台湾、中国はもちろん日本の千葉ではないかとの噂までありますが、真相は不明。え、千葉？なんでそんな噂が出るんだ？これは全くのガセネタだとほぼ確定なのですが、海外での活動がメインなので利便性を考えて成田空港がある千葉に住んでいるのではとの噂が立った模様です。いかにも誰かが適当に言った感じの無責任な情報だな。ちなみに金城さんの数少ない私生活についての発言では、僕の両親は台湾に住んでいるので何もない時には台湾に帰っているんですよと語っており、台湾を拠点の一つとされているのはほぼ間違いないと言われています。ただ香港が拠点だという説も有力とのことで、その時々のお仕事の状況で
いろいろな国に拠点を複数持たれている可能性もあります。金城さんは SNS もしておらず、巷では神秘的でミステリアスな存在というイメージが強い俳優さんです。一部ではそういったイメージ戦略なのではとの見方もあるようですが、金城さんはご自身のことに関して次のように語っておられます。全然神秘的とかではないです。情報を公開していないだけで、自分は俳優でありスターになりたいとは思っていません。僕自身は決して世間が思うような金城武史ではありませんし、本当の僕は世間が作り上げたイメージとは全然違います。かなり謙虚な言い回しをされていますし、決してイメージ作りのためにプライベートを公開していないわけではないことがうかがわれます。あまりプライベートを公にしないのは元来シャイな性格であることが大きいようですね。また露出が減ったことに関しても、いい作品があれば挑戦したいと思っています。ただ1年に何本出演するかとかいう具体的な計画は持ったことがないんです。とあくまでもマイペースで活動されていることを明言されています。ということで、金城さんが芸能界から消えた理由を掘り下げて見てきたわけですが、金城さんの場合はネガティブな理由が見当たらない珍しい例かもしれませんね。確かにそうだな。芸能界から消えた理由っていうと、よくあるスキャンダルとか業界内のいざこざとか個人の資質や裏の顔とか、どうしても良くない理由が多いもんな。そうですね。その点金城さんの場合は経済的な豊かさという背景や才能、そしてもちろん人気と実力があってこそでしょうが、自然体で活動を行われている結果ですから、良いスタンスで活動されている様子がうかがわれますね。